草上の昼食は、フランスの画家クロード・モネが1865年から1866年に描いた絵画。草上の昼食、1865年、プーシキン美術館、草上の昼食、1865年から1866年、オルセイ美術館、エドアール・バネが描いた同名の草上の昼食にインスピレーションを受けて描かれた作品である。 若い紳士と宿女たちが森の中で昼食を楽しんでいる。ローストチキンなどの贅沢な料理がワインと共に白いテーブルクロスの上に並べられている。本作はパリから南東へ60キロメートルほど行ったところにあるシャイン・アンビエールが舞台となっている。モネは当初1866年のサロンに出品するために縦4メートル強。 横6メートル強にも及ぶ巨大な作品を制作していたが、結果的にその対策が出品されることはなく、モネ本人の手によって切断、分割されて、そのうちの中央部分と左部分の二つがパリにあるオルセイ美術館に収蔵されている。2018年に東京と大阪で開催されたプーシキン美術館展、旅するフランス風景画では、草上の昼食が日本で、 初めて公開された。草上の昼食は対策の主体として描き始められたが、最終的には一つの作品として完成されたもので、あるものとされており、ロシアモスクワにあるプーシキン美術館に所蔵されている。最終的な構図の修作である草上の昼食によって完成作の構図を推測することができる。モネは完成作の制作に際して、 一部を当時流行していたドレスや帽子に変更している。草上の昼食の画面左端に描かれているヒゲを生やした太った男性は草上の昼食には登場していない。完成作で描き入れられたこの男性は画家のギュスターブ・クールベがモデルだとされている。草上の昼食に描かれている男性はフレデリック・バジールがモデルであり。 女性をエスコートする姿を描いた修作が残っている。画面中央に描かれた女性は、髪湯がモデルであるとされるが、異論もある。木陰に佇む彼女が身につけている白色のドレスには、修作にはなかった赤色の装飾が加えられている。東京大学教授の三浦厚氏は、本作について、印象派の出発点であり、歴史的にも、また、モネの個人史においても、 転換点となる重要な作品と評価している。ありがとうございます。